はようございます。元バンディット 400V です。2022年12月17日土曜日7時44分です。今回も張り切って元ブロンやっていきましょう。天気は曇りです。気温は6度ぐらいかな。十分寒いです。まあ、あと2ヶ月半ぐらいは寒さ続きます。まあ、この先もっと寒い日あると思うんですけども、6度はやっぱかなり寒い方かな。まあ、とは言っても私横浜に住む前は仙台に住んでまして、まあ、仙台はかなり寒かったですね。まあ、一応24時間じゃないや、年間通じてバイクは乗ることできたんですけども、一番寒い時期は氷点下になる日もあります。まあ、氷点下でも走ってましたけども、さすがに道路が凍ってる日は当然ながら走ることできないですね。まあ、仙台、宮城県は太平洋側なんで、まあ、東北とはいえ比較的雪は少ないです。積もるっていうのはほとんどなかったですね、仙台市内は。仙台も結構今広くて、北の方の泉区っていうところは、まあ、雪はそれなりに降る時もあるんですけども、まあ、中心部のところはそんなに降雪量はなかった記憶があります。はい。前のトラックのナンバーがすごいですね。横浜111の1番っていう1が4つ並んでますね。まず今日お話ししたかったのは、まあ、念願のっていうか、コンサートって言わないね、今ね、ライブでね、ライブチケット当たったんで、ちょっとこのお話をしていきます。本当はサザンオールスターズのライブに行きたいっていう、希望があったんですけども、まあ、今年は、確かサザンはなくて、桑田佳祐が単独で、ドームツアーっていうんですかね、違うね、アリーナツアーなのかなっていうのをやってて、当初発表された時には入ってなかったんですけども、追加公演っていうことで横浜アリーナの3日間、それも今年の年末の最終週ですね、追加で公演するというのが決まりまして、まあ、近場なんでダメ元で申し込んでみました。ローソンの先行申し込み、先行抽選申し込みですね、一般向けの、申し込みです。ファンクラブ向けに事前に先行で、抽選してるんで、まあ、そこで、販売しなかった残りの分を、まあ、一般販売なんで、多分かなりの、倍率だったんじゃないかなと。で、先週それお話ししたと思うんですけども、で、15時に発表ということで結果ですね、まあ、メール来たんですけども、なかなか見るのが怖かったっていうかですね、ドキドキしながら見たんですけども、まあ、見事当選と。
電子チケットなんで、スマホで、まあ、チケットを表示して、まあ、入場するという形で、チケットそのものは、12月の21日から表示されるようになりますということでしたね。ただ席がどこになるかっていうのは受け付けた時に入場時にお知らせしますってなってたんで、どこの席なのかがよくわかんないんです。まあ、横浜アリーナ大きくセンター席とアリーナ席と2階席って確か大きく3つに分かれてます。まあ、センター席っていうのはステージに一番近いというかステージ正面ですね。アリーナっていうのはその、センター席がこう上から見ると四角いエリアになってるんですけども、その周りを囲んだ形で段々になってるっていうんですかね、すり鉢状になってる感じのエリアがアリーナ席って言われてて、まあ、あとは2階ってことで結構高いところ、ステージからは遠いところなんですけども、まあ、アリーナも当然と遠いところはあるんですけども、2階はもっと遠いっていう感じかな。でちょっと電子チケットにどういう表示されるか、そのエリアだけ表示されるのか、それとも全然ですね分かんないのかは、ちょっとその情報が出てないんで分からないんですけども、まあ、2週間後ぐらいかな、横浜アリーナで、桑田佳祐のライブを見ることができると。すごく当たった時は興奮しました。まあ、サザンオールスターズ1978年にデビューしたんですけども、やっぱり衝撃的だったですね。ファーストシングルタイトルがもう歌詞と全然関係ないようなタイトルだったですし、まあ、歌い方も独特だし、早口でマックし立てるような、曲だと勝手にしんどかったですね。ファーストアルバムも聴きましたね。擦り切れるぐらい聴いた記憶があります。という思い出深い、まあ、サザンじゃないんですけども桑田さんの、ライブが、見ることができると、まあ、一回見てみたいと思ってたんで、すごく何回も言いますけども嬉しいなと思います。はい、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。